私たちはですね、見ての通りのこの爽やかな青色のジャケットを着て、はい、爽やかな歌をちょっとダンスを入れながら、はい、そうですね、ステージングをちょっと考えながら、そうですね、歌っているグループでございます。はい、今日も皆さんそのところにも注目してぜひ見てみてください。はい、そうですね、今回はですね、はじめちゃんの主催ライブということで、はい、タイトルがギフトでしたね。そうですね、先ほど紹介があったと思うんですけれども、はい、ということで皆さんにね、歌とステージングで何か届けれたらなということで、はい、ぜひ最後まで楽しんでいってください。お願いします。はい、それでは、ありがとうございます。はい、それでは早速歌わさせていただきます。聴いてください、眼差しテイドリ。眼差しまさにドストレート
しまさにドストレート心の中はボールを出ても押されても Oh you まぶたの裏が遠く透せ気づけば君で超ABC 桜舞い散る前に Do it 君に思い伝えたい刻々時間過ぎてくばかり不器用なりにパーティクだけ愛さ出口では easy So can I say anythingしました、はい、あまあ、今日あの皆さんですね、まあ、パンフレットを、まあ、入り口の方で、はいはい、まあ、それぞれ手に取っていただいたかと思うんですがですね、はい、まあ、ピッツのページを見ていただけ、はい、ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、照明の方ができれば客電をお願いします、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ですね、ピッツのページの、右下あたりに、今年の2013年の JJ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 J
たちは、去年の12月は、彼氏彼女がいる人がこのメンバー中で、まあ、5人、うん、まあ、いい幸せな人が多いですね。幸せな人が多い。ちょうどこっち5人ですね。幸せなバンドだったね。そうですね。ね、まあ、まさかの、そして、はい、まあ、1年後、まあ、今年、うん、まあ、現在となってはまさか彼氏彼女がいる人が1人と。そう、逆に今度こっちが、まあ、ここみたいな。あ、そうだね、ここからだ、ここからこっからす、うん、はい、こっから立て続けに分かれたんですね。そうですね、ボロボロボロ、ジェ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 まあ、こんな感じでね。そうですね、ちょっと大変な感じになっちゃったと。はいはい、そうですね、はい、まあ、あさって、まあ、なんかクリスマスとかいろいろあるらしいじゃないですか。らしいですね。そうだね、クリスマスらしいんですけど、まあ、なんかどうしましょう。え、なんか予定とかあんの？どうすか、俺に聞く。俺はあの高校の友達、俺バレー部だったんだけども、うん、そのバレー部の男友達4人がいて、そいつらと一緒にディズニーランド行こうぜ。いいね、いいじゃん。で、ちょっとなんかクリスマスってなんかチケット取れないみたいで、で僕抽選ちょっと応募してチケットの、うん、チケット、そうしたら見事に落ちて、うん、何も予定がない。え、じゃあフリーなの？男でクリスマスにディズニー行く時点でね、ちょっともうそれだけでもあれなのに、もうディズニーさえ行かせてもらえない。そうそう、夢の国には入りません。まあそんな感じですね。はい、まあ、ちょっとぜひね、出待ちのあとね、
電話した時に、まあ、僕たちちょっと空いてるんでね、予定も空き空きなんですね、ぜひ話しかけていただければなと思います。Twitter のアカウントもね、書いてるんでご指名いただければそうですね、多分この人はすぐ飛んでいくと思います。車でね、俺が車で行くと、なんでその足がある行くでしょ。どこでも行きますんで、はい、実際ちょっと遠いな、うん、頑張ろうかね、うん、はい、はい、というわけでですね、まあ、次の曲です。たちの歌の最後となってしまいましたが、最後の曲をちょっと皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思います。それでは聴いてください。
ました。ピッツでした。